日向石は、神奈川県伊勢原市日向で採掘される、業海岩。丹沢山地で採掘される沢石として総称されることもある。伊勢原市日光地区には17箇所の石切場跡が確認されている。丹沢山地台線の東側では、厚木市七沢地区、清川村菅谷地区でも、日向石と同様の業海岩質の石材を採掘していた石切場があった。これら業海岩質の岩石は約1350万年前から1140万年前にかけての新第3紀、フィリピン海プレートの北東縁にあった海底火山の活動によって噴出した火山灰、軽石、火山岩のかけらなどが海底に堆積することによって形成された。新第3紀、フィリピン海、プレート北東縁において、業海岩層などが堆積した地層の総称を丹沢層群と呼び、日向石として採掘していた業海岩質の岩石は、丹沢層群の中位にある鈴ヶ谷阿層群の不動尻層、大沢層に存在する。日向石のような業海岩質の石材は、風化に弱いという欠点があるものの、軟質で加工が容易であるため価格も安く、江戸時代から石材として広く用いられるようになった。丸山下の日向石町場日向石は伊勢原市日向、上粕屋を中心に1970年頃まで切り出しが行われていた。石切場は日向川に架かる十二神橋の南側、聖徳寺裏の山腹北側、神奈川県立伊勢原射撃場の北側などにあった。道具には、切り出し用と加工用、道具補修のための単野道具がある。石切場での切り出しは、石割り石掘り、大割り、小割り、荒らし上げ、品出しの工程で行われた。石割り石掘りは、火薬を使って割る方法と、矢と呼ぶくさびを打ち込んで割る方法で行われた。火薬を使って割る場合は、鉄砲のみで割る、石の大きさに応じて3尺から4尺掘って、そこに火薬を詰め、導火線を入れ土を詰め火をつけ爆発させる。火薬には黒色火薬、カージットが使われた。黒色火薬では、銃王四方に石が割れ、カージットでは、八方に石が破裂した。矢を使って割る場合は、のみを、接頭と呼ぶ土で叩き、普通の石で5寸置きくらい、硬い石で3寸置きくらいに穴を掘り、そこに矢を入れ、黄弦ので 2、3 回叩いて割る。大割り、小割りでは、矢を使った石割りと同じ方法で、必要な大きさまで小さく割っていく。大割りは、山腹を転がる程度に割るのが目安とされた。荒らし上げでは、大金と呼ぶ曲がり金で、少し余裕を持ったおおよその寸法まで割っていき、三角やコブの部分を斧で鳴らして、大まかな面を作る。品出しでは、樫の木で作ったソリで斜面を下ろし、それを手車や牛車で運搬した。荒し上げされた製品は岩屋に運ばれ、製品に加工、仕上げられる。基本的にはガイドラインを作る、墨切り、面を出す、のみ切り、面の平滑化のための両端上げ、磨きの工程で作業が行われる日向石は、小松石や根府川石のような幕府などの大規模な土木工事に、関わりを持つことなく、生活用具や石造物など民間の需要に支えられて発展した。慶長年間には、七沢周辺の石材が供養塔の素材として利用されていた形跡があり、系統板型石踏みや更新塔等が、伊勢原、平塚北部など山地周辺地域で多く見られる。鈴ヶ谷周辺には、石膏集団も土着していた。元禄年間に、高遠石膏らが山石地に出稼ぎとして入るようになり、土着の石膏たちに影響を与え、さらに、七沢、日向でも石切り場を開発していった。日向村の採石業もこの地の名主北江大也が、信州の石膏を連れてきて始めたものと伝えられている。この北江大也は、日向石の帳場の支配と商品化された石材の問屋としても機能していた。したがって、日向では採石者と二次加工者は分立し得る条件があった。石工たちの移入は大正期まで続いた。近世中期以降の宗教石造物はそれまでの奇石安山岩に代わって、凝灰岩が主流となっていく。明治末に発行された公平村誌によれば、1年間の出荷額が5,000円から6,000円になったとされている。1936年の高部屋村西洋欄では、生産額は3,071円となっている。戦前までの農業の合間に行う業態から、1955年頃から専業化し、地元で産出する石材を用いず、他の産地から石材を購入し、加工を主とした業態へと変わっていった。2021年には、日向石の歴史や文化の継承と産業復活を目指す民間のプロジェクト、サニーオーンが泰山をモチーフにして、日向石で制作した箸置きがおもてなしセレクションを受賞した。産地である神奈川県伊勢原市日向にある丸山下の日向石帳場。ありがとうございます。